これ、ちょっと乗り方。はい。しばらくはこの乗り方で慣れてください。ちょっと慣れてきたら、こんな乗り方もいいと思う。そんなことない。この乗り方ね。怖いね。顔が雪に近いから、すんごくスピード感。こんなとこに。ね。ただこれ、すごい実は危なくて、 なんかスピード出て怖くなったらどうしても手でガーンってついたらどうなるか。くるりんぱでスマン。手が。なので、この乗り方する人、絶対手ついたらダメ。絶対ダメだよ。これ、もう身動き取れ、身動き任せるんだから、もうこれ止まるまで、ね、手つかないで。 これ一人の乗り方、仰向けに乗って乗るのに乗り方と、スーパーマンみたいにします。気をつけるのは絶対手ついたダメ。これだけ守ってください。簡単に手首折れるよ。ポキッと折れちゃう。絶対しちゃダメ。それだけは守ってください。はい。で、これ一人乗りもね、だいぶ慣れてきたらね、次もっと楽しい乗り方がある。二人乗り。今ね、ついたの二人乗り T じゃあやってもらっていいですか。二人で乗るときはこれ連結してね、窓を増やしていきます。どんな風に乗る。足を、後ろの人は座って足を前に出します。前の人も乗ったら、今度後ろの人の足をしっかり脇で。ああ。こうしてギュッ。 おへそ上げるね、それで。この状態でシューッと滑ってる。ちょっとね、面白いね、一人で滑るよりも楽しいかもしれない。ね、ただね、これ気をつけてほしいのね、体勢崩れてくると、足がね、ガーンと頭に当たる。肘、この後ろの肘がガーンっていくかもしれんので、ここね、足、肩離さないようにしっかりここはね、叩いておいてください。いい？これ結構足当たったら<笑>、 怪我するかするのでね、そこだけ気をつけて、連結をして。長くなればなるほど2連結できたら3連結、3連結できたら4連結、やりたくなるんですけど、あんまり今度たくさんになるとね、実はスピードつきすぎちゃう。だからそれも様子見ながら、あんまり無理しないで、電車みたいになるんだけど、3つぐらいやってみると楽しい。はい、で、最後。 滑るためには登らないといけないんですが、ね、登っていくとき、皆さん今紐をもらいましたね。はい。紐をこれワンコみたいにして繋ぎます。ここに輪っかありますよね。こう中を通して、で、どっちかの輪っかにね、これをシュート通します。ね、すると、こうやって引っ張って上がる。できましたか？持って上がってもいいんだよ。持って上がってもいいんだけど、持っている人は持ってると、
そのまま離しちゃうとビューって下行っちゃうから。これで散歩してずっと上まで、スタート地点まで上がってください。はい。はい。ほんで紐外すとき。これあのこうやってあの紐だけに集中しちゃって紐外しちゃうとあーって外した瞬間シューって行っちゃうからね。いい。なので紐外すときは足ね中に入れて、これストッパーにしといて、はい、紐をギュッと取ってね、あとギュッギュッとしっかりとなったようにして、ポケットに入れる。着ついとるよねみんなの。ポケットに。はい、じゃあね、このまま進む方 OK かな。で、次スタートの準備する。はい。で、勝手に行くんじゃなくて、上にちゃんとスタートで行っていいよっていうね、言ってくれるスタッフいますので、勝手に自分でシューって行くんじゃなくて、前誰もおらんかっていうのとっても大事なことなんで、下に誰もおらんかっていうのを確かめて、OK やぞって言ってからスタートしてください。安全を守るためには、はい、頭を守るためには、はい、で、こんなのいいかな、うん、はい、はい、はい、I can take this with you here.
Ooh.